まあいろいろ電飾が組まれてるハイエースね。ハイエースで電飾で、まあボンネットも俺ラッピングしてあるね。ラッピングでヘッドライトも交換されてて、まあ、いろんなところにこう電飾ね、かっこいいね。フロントガラスから内装までいってる感じね。まあ、ホイールもなんかまあちょっとメッシュみたいなホイール入ってるかな。まあ引っ張り感はないけど、まあまあハイエースワイドボディで、グリルのこのトヨタマークは外したドクロね、すごいな、これいかつい。おお、中も全部電飾組んである感じ、すごいな。このミラーのこのガッツミラーのところまで、なんだろう、ドクロのマークみたいなね。こういう車なんていうのかな、バニングとも言わんし、なんだろうな、なんていうこういう車なのか、すごいな。ほら、あの電飾といえ、あ、ほらもう、わー、電飾、あー、すごいな、LED すごい。LED だらけね。快適な内装だね。この板っぱね、後付けのこの板っぱね、ちょっとびっくりしたね。これカーボンも、なんかカーボンシートも自らうまく貼ってあるな、これ。これちょっと DIY 感あっていいね。後ろのこの取っ手周りも、このカーボンね。これは多分業者が貼ったんだろうな。後ろのマフラーもこれ、すごいな。下向きのマフラーで。こんなデュアルマフラーのなんか4本出しとかってあるんだね、ハイエース。バックフォームも後付け。LED もついてる、すごいな。テールランプも、まあ、もちろん車外に変わってるね。テールランプも車外にして、ちょっとブラックアウトされた感じね。まあまあサイドもこういった感じで、まあ、この車は夜見たかったな。昼間だとちょっとわからないな。なんかもうモニターがもういろんなとこついてる感じね。内装のモニターもすごい。ステアリングもこれ紫の水中か、シフトノブも水中かね。まあ何とも言えん材質のインパネだね。おー、すごいな。もう LED もうテープむき出しだよ、まあ、でも夜走ったら綺麗に見えるからね。昼間は多分走らんのかもしれない。ハイエースの電飾でした。